どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク激闘最終決戦の A なんですけど、おそらく、この動画がですね、実際にプレイする最後の動画になります。で、今回使っていくのはですね、こちらのパーティーです。タイトルを見てもらえれば分かる通り、俺のインボケということで、この2年と半年ちょっと、やってきましたけども、僕が本当に、印象に残っているキャラクターたちで、パーティーを組みました。まずこの金木くんなんですけど、リニューアル前は誕生日金木として、登場しました。本当に引くの苦労して最後の最後で来てくれて、すごいドラマチックな引き方をしたんですけど、まあその時は 3D のイラストだったんですけどね、リニューアルするってなって、あー誕生日金木苦労してずっと使ってて、このイラストがグルカルの時の、まあこのグルカルっていうこの前のアプリの時にこのイラストを使われてたんですけど、圧倒金木っていう名前だったんですよ。で、圧倒金木っていう、キャラクター僕ずっと使ってて、そのイラストにならないかなみたいな感じで思ってたら、本当になってくれて、もうこれは運命だと。グルカルで前作のアプリで相棒だったやつが、また今作でも相棒になるっていう、もうそんな嬉しいことはないですよ。で、これずっと使って。もう、俺は相棒って言えばこいつ。うん。苦痛と狂気の果て、金木剣ですけども、こちらでは。本当にこの金木ずっと僕は愛してます。で、まあ、重装ですね。女装重装。もう、この重装も本当にずっと、と使っていきました。もうお気に入りです。神引きで引いたんです。こいつはもう熟練度 100% に、なるまで。もう本当にお気に入りです。で、オークションのムツキですね。サポート最強格と言ってもう過言ではないでしょう。はい。動画でもかなり使いました。こいつの強さも皆さんご存知の通りだと思います。で、下3人。この3人はですね、リニューアル前、僕がですね、本当にサポート要員でかなりお世話になったキャラクターたちです。重装攻撃力下げて、エトも攻撃力を下げて、麻痺、および出血状態にします。で、錦ですね。こいつはかなり火力を出してくれました、リニューアル前。はい。本当に僕はもうお世話になりっぱなしでした、こいつに。というわけで、今回、東京グールリインボーク最後のプレイ動画になりますが、お世話になったこのキャラクターたちと一緒に、最後戦ってお別れにしようかなと思います。では、行きましょう。さあ、やっていきましょう。とりあえず相手の攻撃力を下げたいですね。なんで、重装にスキルを回しつつっていう戦い方になるんですが、重装がね、属性不利なんですよね。なんで、とりあえず、まずはこいつでブレイクをして、で、あとは金木にスキル回すみたいな立ち回りでいいんじゃないかなと思います。お題は結構。もうね、このね、セリフもね、すごいもう俺、口に出して言ったよね、実況を撮ってる時に。で、ムツキで、自動回復と、防御力2倍。まあ、武器耐久値は削られてないからいいとして。んで、確認を出していく。んで、どうしようかな。一応シフト使っていいか。どうせこのターン中には倒せなさそうなんで、畳みかけます。オッケーオッケー。まあとりあえずはこれで。まあ麻痺させられたけど、防御力上げてるおかげでそんな食らってないね。じゃあまた金木に回すみたいな立ち回りでいくか。ブレイクバース持ってるやついないんで。ああ、やっちまったわ。金木打って、ブレイクしちゃうな、これ。で、あ、ブレイクバースト、金木自身は一つ持ってるんだね。ブレイクバーストって言うともう、最近のさ、キャラのブレイクバーストってもう、ブレイクバースト味方、かっこ味方全体じゃん。
そうか、自分に対してのブレイクバースト、そういや持ってたな。このターン中に倒したいけど無理はしたくないからシフトも削るの嫌だからちょっとこのまま置いておこう。で、カネキのね、カグネが溶けちゃうんですけど、フルタに入るときに。だからスキルゲージは貯めておかないとダメなのかな。それむずいな。だいたいそのフロアを突破するときってカネキのスキルを使って突破するんですけど、まあ、重蔵のスキルが溜まっておくことは必須として、金木、いやどれぐらい削れるんだろうな。あ、そんなだな。あー、やっぱこれはあれだな、金木のスキルで突破するのが必須だな。うん、重蔵が不利属性だから金木くんに頼るしかないという感じではあるが、オッケーオッケー、まあ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 いいでしょう。確か3ターンだよね。5ターンはフェスゲンだよね。だからフェスゲンの水のあのさ、なんだっけ、あの金木もね強いんだよね、めちゃくちゃ。カグネを出してるターンが長すぎ、あいつは。一人ぼっちは。で、重蔵打って、こいつね、古田が武器耐久値がゴリゴリに高い。OK。で、どうしよっかな。まあ、ここは多分、金木をスキル貯めさすけど、スキルを使うのは次のターンになりそう。あ、でもブレイクバースト発動させたいな。金木でシフト使うか。まあ、重蔵はもう打ってるし。で、金木のスキル打って、これあれだな、スキルをこう、下にかぐね出すやつやったら、この iPhone のこのあれが出ちゃうな。んで、錦と変えて、錦のスキル使ってみる？錦もね、かぐねを出すんですわ。ただね、こいつはかぐね出してる時に、シフトさせてあげられるかがちょっと、おっと、バッテリーも少なくなってきたね、やばいよ。これ、今撮ってる時間がですね、夜中の2時なんですけど、明日の11時にはもうメンテ入ってこのゲームできなくなっちゃうんで、もう今やるしかないんですよ。もう明日仕事だけど、そんなのは関係なくてですね、僕はこの2年と、少し続けてきたゲームをですね、もう今目いっぱい楽しむしかもないと。僕の2年の結晶が今ここに詰まってる。だから俺やめるわけにはいかない。で、買って、すげえ硬いんですけど。まあ何もしてこないでお願い。武器耐久値削ってくるね。はい、マイナス5だね。危ないよ。ただムツキは武器耐久値を回復するんで大丈夫です。状態異常はできないけど。ムツキのアビリティちょっと見てみたい。久しぶりに使ったから。回復力上がるのと、これなんだ。あ、防御力ダウン防ぐのか。で、ダメかだね。まあ、これ使っとこうか。これって上書きしてさ、上書きは上書きなのよ、ただの。んで、ここのターンで突破したいんだけどな。で、グールだ。で、また金木でブレイクしていきたいところ。かわして、かわさなければあいつがいけそうではあるけど。オッケー。なんとかかわさなかったね。グールだ。俺の充電が尽きるのが先か、このステージをクリアするのが先か。頑張ってくれ、俺の歴戦の勇者たち。俺はお前たちと勝ちたい。もう2年半、決勝なんだ。お前らが
俺の全てなんだよ。銃像を使わざるを得なかったけど、これで突破できるでしょう。オッケー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 。さあラストフロア金木だよ。ここはみんなで勝とう。きついだろうけど、このターンでカグネが切れちゃうよね多分。さすがの武器耐久値。あ、やべ、しくったー。コンボしくったよ、調子に乗ってるから。ここは銃像を、いや、たまんなかったね。やっぱ銃像だ。銃像で、相手の武器耐久値はね、攻撃力を下げておかないとダメ。まあ、金木をシフトしてもよかったんだけど。うん、金木をシフトでよかったね、今の。普通に。うん、普通に金木をシフトでよくなかったかい？錦のスキルも打てたし、もう錦、かぐね引っ込んじまうよ。錦さんがよ、かぐね引っ込んじまうやん。ここはあと一回金木スキル打ったら、もうあれだね、次かぐね出すためにスキルゲージを貯めて置いとかなきゃダメだ。だからこのターンはとりあえずここまで。まあもう全然削れてるわ。オッケー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 。なんとか勝てそう。オッケー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 。カグネ切れる。やべ、武器耐久値。しかもあいつ7か。ムツキを攻められるとやばいな。このスキルが武器耐久値削りないのが救いだ。いや、ムツキに集中攻撃されたら普通にブレイクするけど。危ないよ。危ない。オッケーオッケーオッケー。ムツキには来ないね。オッケー。じゃあ、スキル打って。さあ、反撃といこうか。武器耐久値を全開。んで、まず、金木には覚醒をしてもらわないとダメだ。お題は結構。錦の家具ね、引っ込んでるよね。残念だけど。で、金木には覚醒してもらって、で、またこう下に画面がずれる。んで、普通に攻めていけば、このターン中に蹴りつくかな。スキルたまんなかったわ。ああ、錦、またお前、かぐねが。くそ。錦のかぐねが。グールだ。んで、さあ、ゴリゴリ削っていく。うわー、このターン中にはきついかな、やっぱり。オッケー。さあ、いけるぜ。こんな、ちょっと、一世代遅れ、みたいなパーティーでも全然。俺の相棒不滅よ。オッケー。出血してるけれども、腹から。さあ、麻痺か。麻痺に当たったのは金木。金引きが麻痺っちゃったか。あいつ誰を狙えばいいか分かってるな。まあそれでも俺は変わらず金木にスキルを回していって、こいつでのブレイクを狙うんだけど、これで溜まる。こいつが7削って、金木が6だっけ？あ、こいつが8削るのか。じゃあ、もう金木でいけるな。んーで、金木でブレイクして、まあ、これでとどめいけ、いや、まだか。6削って、オッケー。最後、
金木でスキル打つまではいけなさそうだが、オッケーオッケーオッケー別のキャラで倒すことだったけど、なんとかね今金木で合わせようとしたんだけど、まあ多分スキル溜まってなかったな。まあ最後は助走十増でした。はい、ということで、まあこのゲームずっとやってきて、特に俺の思い入れがあるキャラクターって言っていいのかな、まあちょっとエトとか出せなかったけど、まあでも本当に思い入れのあるキャラクターでパーティー組んでこうやって最後できてよかったです。うん、まあまた皆さんのね、俺はまあ強いキャラクターだけを使ってきたっていう人もいると思うんですけど、やっぱりねその強いキャラだけじゃなくて自分の中に残るのはやっぱこう自分がそのキャラ、強いキャラを持ってない時代、自分をこう支えてくれたキャラクターみたいなやつの方が多分ねずっと記憶に残ってると思います。うん、僕はなのでそういったキャラクターもしいたらコメント欄に書いていってください。うん、僕もちょっとそういうの見るの楽しんで、というわけで今回が実際にプレイする動画は最後になります。冒頭にも言った通り本当に、ここまで見てくださった方ありがとうございました。またもし東京グールのアプリ次回作が出るとするならばそこでお会いしましょう。あとこの後も引き続きですね、東京グールあるいコールトイグジストの動画は、定期的に更新していきますので、持ってない方チェックしてみてください。持ってる方もチェックしてみてください。放送にも参加してみてください。というわけで、本当にありがとうございました。お疲れ様です。